こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナーニュースチューブです。お世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回もですね、大統領選の話ちょっととあと尖閣諸島の話とかをさせていただきたいと思います。はい、ではね、本題に入ります。一つだけお知らせがあります。最近富士さんがですね、もうバイデンさんのことをボロ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 って言ってますのでね。でもね、 YouTube もそっち寄りなんで、この TV の立場はますます危うくなっております。万が一ねチャンネル切れた時のために保険としてまだの方でメルマの方を登録しておいてください。動画用にリンク貼っております。はい、万が一ねチャンネル切れてもすぐに立ち上げますが、最初の頃は検索しても出てきませんので、その時は URL を送らせてもらいますので、ぜひまだの方登録しておいてください。はい、まあ、僕が言ってることは可愛いもんですよね。で、今回ですね、ちょっと昔にも遡るんですけども、6月の時からトランプさんはね、こんなことを言ってました。不正な2020年の選挙ということで、数百万枚の郵便投票用紙が外国やその他の国によって印刷されるだろうと。共産党とかですね。それは私たちの時代のスキャンダルになるだろうというようなことを言ってたんですよ。もう今の状態をすごく表してる。というか、もう分かってたんやなっていうことですよね。はい、そして第1回のですね、あの口汚く2人がバイデンさんとトランプさんがですね、戦った、あの直接討論会というか、おじいちゃん同士の言い合いあの時もトランプさんはまともなこと言うてはったんですよ。これで、まあ、音声出さないですけれども、トランプさんはですね、共和党の世論調査員がすでにフィラデルフィアの投票所から追放されていることを指摘して、支持者に非常に注意深く投票所を監視するように促しています。で、公正な選挙になることを願っていると。公正な選挙なら私は 100% 戦うよ、参加しますよ。だけど何万もの投票が操作されているのを見ると、そんなのと一緒にやりたくないわと。第一、それは不正選挙はないと。8000万票操作されてて正常に処理されてないんだよ、で、インチキなんだ、これインチキ野郎なんだこいつだということを、はい、言うてます。まともなこと言うてるでしょ。最後の方だけはちょっと分かんけど、まあね、言うてること、こいつインチキ野郎だよ言うてますよ。北総演出ますよ、インチキ野郎はいうことです。あ、ごめんなさい、これ良くなかった、良くなかったです。はいですね、ということで、もうすでに分かってたんやないかということですね。分かってましたよ、そりゃそうですよ。それは海外からもし本格に用紙が送られてきていることを、国の CIA とか NSA とかその他の国土安全保障とか気づいてなかったら、もう仕事してないからね。うまいね。まあ気づいてて通してるわけですから、まあそういうことですよね。ということで、まあこっからどう動いていけるのかということ、だからそこら辺がもう結託してやっちゃってると、FBI とかね、ということですね。まあそういうことで、みんな分かってて、でアメリカをそっちの方に持っていっているのかもしれないということですよね、もうね。まあもちろんね、バイデンさんがみんなが言う、マスコミ言ってる通りちゃんと選挙したかもしれんし、トランプ本当はバイデン民主党がめちゃくちゃ不正してて、それをトランプさんが暴いて勝つかもしれんし、そうです、この2つを全部含めてただのプロレスやったかもしれないし、そうですね。でもどちらの勝つプロレスの方が見たいかという話ですよね、ただ単に。それは別に上が一緒やから一緒じゃないの。一緒じゃないんです気持ちの上で違うんです。気持ちプロレスでもそうでしょ、誰が優勝したかで全然、あ、まあ確かに、やっぱりどっちを応援してるかであるじゃないですか。はい、熱くならないようにしましょうね僕は NWO が好きでした。ああそうですか。誰ですか。ああ、長野武藤時代。ああそうなんだ。僕はあのムタとか好きでしたよ、ちょっと。グレートムタ、はい誰好きだ。全然わからへんはい、で中国のですね、王さんというんでしょうけども、副報道局長が12日の会見で、尖閣諸島はですね、中国固有の領土だというふうに述べました。はあ、なんか中国から言うと、もうなんか、ずっとそうですけれども、中国のものになってるわけですよね。あ、中国ではなんか魚釣る島みたいな、いう言い方しますもんね。そうですね。別の名前ついてますもんね。
でこれなんでこういうことを言ったかっていうと、うん、バイデンさんとですね、うん、菅首相がですね、うん、日本の電話協議で尖閣がですね、うん、アメリカの防衛義務を定めた日米安保保障条約の第5条の適用対象だっていうことを明言したことを批判したということです。バイデンさんいい人じゃないですか。いい人に思うでしょ、うんうん、ただ公式文書にはですね、うん、尖閣の文字も、うん、この第5条の適用対象だとか第5条の文字もないんです、うん、ほう電話会談の口約束だけ、ああ口だけ口だけ約束言ったら口約束サービスとか言っただけかもしれない、うん、ということですね。それはすごく気をつけないといかんねっていうふうに日本国内でも今ちょっとなってるんかな、うん、なってると思うんですよ一部の人では、うん、ごくごく一部はね、うん、わーいって言ってる人の方が多いんか、うんうん、だから実際その文書にないってことは、うんまあ、ほぼ守られないでしょうということですね。まあもちろんその大統領まだなってないから、うん、そういう公式文書にはそういう具体的なことを書けませんっていうふうなことかもしれないですけれども、うん、でも結構ねバイデンさんってこう言うたことやらんとか言うたこと保護するとか、 なんか共産党みたいなことをすぐにやるっていうような方らしくてね、僕ちょっと知らないんですけども、インチキ野郎いやそれそんなこと言ってますちょっと分かんないそれにトランプさんが言ったらいけないけどね、うん、僕が言ったんちゃうで、トランプさんが僕が言ったんちゃうで、うん、僕そんなにトランプさん公式の場で言ったんそう僕全然知らんおじいさんやからこれでこれジュリアーニさんが言ってるんですけれども、元ニューヨーク市長のね、はい、うん、現在トランプさんだ弁護士とかやってる、ね、弁護士、うん、そうですなんですけれども、このバイデンさんがですね、オバマ政権下で副大統領を務めていた時に中国を訪問して、うん、中国が尖閣諸島に対して軍事的圧力を加えることを容認する代わりに、中国側からハンターさん、バイデンさんの息子のハンターさんにの会社にですね10億ドル出資するということを受けたと、はい、出資受けたと、うん、だからもうお金でそういうのは取引されてるんですね、個人的にしかも、うん、っていうことをジュリアンさんは言うておられます、はい、ということで、だから尖閣に対してですね中国はもう一気に来るでしょうね、バイデンさんになると、うん、っていうことが、まあこれジュリアンさんの言ってることがほんまやとしたらですけれども、一気にこうちょっと雲行きが怪しくなってきたと、前から怪しいんですけどね、うん、じゃあこの菅さんに言ったことはもうただのほんまにプロレス、ね、プロレスというかもうリップサービスですよ、うん、うん、もううまいことこうね、うん、騙されて日本はもう中国のうまいことやられるという路線ですよね、おそらくね、うん、そして次です、うん、トランプさん仕事してます、大統領としてね、ほう12日ですけれども、中国軍が所有または支配しているとみなされる中国企業への投資を禁止する大統領令を発したとされています、うんうん、今のだからウォール街のやり方やと、どんどんアメリカのお金が中国に流れていくと、うん、投資でね、投資でね、はい、ほんならそれは結局中国って民間の企業とかに投資していると見えても、うん、上で軍需産業 軍とつながってるわけで、うん、大体ね、うん、ほんなら技術とかを吸い上げられて、うん、結局アメリカ人が投資して中国のその軍を育て、はい、技術を育て、それがですね後々アメリカの脅威になって帰ってくるやないかという、うん、どうだからそれ止めようやっていう話ですよね、うんうん、ダメですよね、ダメですけども、うん、何年ほったらかしとったんって話やけど、オバマさんがバンバン言ってたからはい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 ってやってたから、いつからそんな民主党嫌いなった、いや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 、やってたから、うん、やってたから、はい、今までこう閉じ込めていただけ言わんかっただけ、うん、うん、でまあ軍事とか諜報活動とかね、うん、安全保障上の危機とかそういうアメリカ資本を利用しているというふうな判断でトランプさんやっています。まあ、日本の企業もね確実に利用されてはいると思います、うん、日本もやった方がいいのかなとかちょっと思ったっていう話です、はい、でですね、中国の話、アメリカと中国ちょっとつながっている話をどんどんしていきますけれども、アメリカは香港の反体制派を抑圧したとしてですね4人の中国当局者に
制裁を科すという発表しました。ほう、うん、香港のマカオ事務弁公室の副主任、香港警察署の副署長、うん、で国家安全維持公署の幹部2人、うんうん、ということですね。アメリカへの入国を拒否されてアメリカ国内に資産があれば凍結ということです。うん、だから、まあ、香港でもまだアメリカ頑張ろうとしてるって感じですかね。うん、うん、ファーウェイの話ですけれども、バーデンさんが大統領だったら長くてもこんなことされるんちゃう。なんで入国拒否されて資産をしようみたいな。アメリカ国内にないで、出しといた方がいいで。あ、分かった。いや関係ないと思うけどね、全然関係ない。僕あのラブバイデンって、ラブバイデンって書いてハリスって書くインチキやろ。それはトランプさんが言ってただけ、トランプさんが言ってただけ。ファーウェイはですね、うん、まあ民間の会社なんで一応ね、ええ、すごく人民軍とですねものすごい深いつながりがあるとされてますけれども、民間の会社じゃないですか、うん、ですなんですよ、ね、あのホノアっていうシリーズがあるんですよね、うん、ファーウェイのスマホで。あ、はい、うん、そこの事業を売ると、ほう、1000億元でデジタルチャイナと深センの政府が主導するコンソーシアムに売却するっていうことが報じられました。なんで、うん、スマホ事業をちょっと縮小するっていうことですね。だからスマホではスマホでも苦戦しているかもしれない、うん、なるほど。ということでファーウェイ出てくるニュースは結構苦しそうですね、うん、やっぱりこの部品とか止められてるからね、あ、アメリカに、ね、うん、でこれはアメリカの話ですけれども、アプリ調査会社のアプトピアっていうところをね、うん、ちょ発表してます。トランプ大統領の支持者らが好んで使うとされている SNS アプリパーラーっていうのがですね、アメリカの iOS アプリランキングの1位を獲得したと。ほう、なのでトランプ3人気はやっぱりねすごいんですよ。すごい。はい、すごいんです。みんな冷めた目で見んて。あの白人ね、至上主義者だけがその SNS 使うって言われてたんですけれども、うん、もう最近はそうではなくなって、こういう1位取るっていうのはですね、いろんな人種の方がもうみんな取り出したっていうことですね、うん、まあね、まあ、みんなも入れた方がいいかもしれないですね。各国首脳の反応、はい、CNN がですね、うん、当選確実の一方を伝えたのが日本時間で8日です、はい、でそれですぐにねG7 各国と、まあ、EU の首脳がですねお祝いメッセージを送りました。お、まあ、これツイッターでですね送るんですよね、今はもう。ああ、そうなんや、うん、手紙とかじゃない。手紙は何やろ、昨日電話じゃない、電話じゃなくてね、うん、そう、まずはカナダのトルドー首相がおめでとうございます、うん、言うて、でジョンソンさん、うん、イギリスのね、うん、でマクロンさん、はい、フランスのね、で EU のフォンデアライエン欧州委員長で、メルケル首相ですね、ドイツですね、うん、で日本からは菅さん首相が、うん、ジョー・バイデンさんおよびカマラ・ハリスさん、心よりお祝い申し上げますと投稿しましたということですね。ドイツ以外は首脳個人のアカウントを使用してたということです。うん、うんうん、ということですね。でロシアとかね、中国がお祝いメッセージ送ってないんですよ。うん、ロシアのプーチンさんはですね、4年前はトランプさんに一番にメッセージを送ってるんですよね、うん、なんか何かを中国とかロシアは知ってるのかもしれないのかもしれない、どういうことのかもしれない。まだだから送れないっていうようなことをになってるかもしれないね、ロシアとか中国では。いや、一番喜んでるか裏で怒ってんじゃん。ああ、そうかそうか、もうずっと喋ってたから、うん、選挙の期間中、うん、ああ当選者みたいやで、うん、ああそらせやな、お前頑張った大変やったなっつって、あんなめっちゃ送ったわっつってめっちゃ送ったっつって届いたっつって、うん、そんな感じですかね。いや、わかんないですよ、うん、何かこうねひっくり返るっていうことをもしかして知ってるのかもしれないですよ。なわけあるかね、こうやって連勝されますけれども、うん、信じて頑張っていきましょう。なんで送ってる方がひっくり返すと命してるんや。分かれ分かれ、
はい、そして、アゼルバイジャンとアルメニアの係争地ナゴルノカラバフ停戦。はい、ナゴルノカラバフここら辺ですね、係争地、まあ戦ってたんですけれども、16日にですね終わりました。お、一応ロシア軍の平和維持部隊が現地に展開しました、で双方の攻撃が完全に停止したと、はい、でアルメニアはですね、負けまくってました、前も言いましたけれども、このアゼルバイジャン、アゼルバイジャンはですね、バクーとこの首都ですね、ここで石油出るんでね、お金持ってるんですよ、っていうので、負けましたっていう話ですね一応、でこれからですねアルメニアがその占領していた地域をアゼルバイジャンに順次引き渡していくというようなことになりました、一応9月27日から44日間続いたんですけれども、アルメニア側はですねナゴルノカラバフ全体をも失う可能性があったんで、やめたと、停戦したというふうに言われています。とりあえずちょっと火種がなくなって安心ですけれども、こういうのはまあ大体ね、あの裏にどっちもスポンサーがついてるんで、戦争っていうのはね、あの民族感情が高ぶって仲悪くなってミサイル撃ったろかってならないんですよ。ならないんです。戦争のボタンを押すのは、ポチッと押すのはですね、そういうスポンサー同士のこうね、なんちゅうか決めて、じゃあやりましょうか、やりましょうか言って大体戦争するんでね、ならんでしょ、ね、まあ、殴り合いの喧嘩ぐらいはねこうするかもしれんけど、もし仲悪くなったら、ミサイル撃ったろうってならへんでしょ。いや、撃つよ、殴りしない。なんで撃つなよ、そこは撃つなよ。いや、まあまあね、普通に考えたらならないんですか、同じ民族ね、ね、基本的にね、まあそんなにまあ呪いやってたとしてもですね、なかなかないと、まあ、民族ごともう全部粛清したるとか、そんなことにならないんですよね多分、まあ日本人の僕の考え方だけかもしれないですけどね。で、まあ、言うたらスポンサーのからお金が出てこなくなったってだけの話ですよね。アルメニアなんか特にお金ないからね、それでやめたんじゃないかなということですよ、やめたんじゃないかなって、やめたんでしょうって話ですね、とりあえずなくなって、ちょっと火種が収まってよかったな、というふうに思っています。次はですね、おそらくイスラエルを巻き込んだ、バイデンさんになるとイスラエルを巻き込んだような係争というか戦争というか、そういうものが勃発するんではないかというふうに思いますね。なんで？まあ僕、これは僕の考えですけれども、オバマさんの時にイランってあれやってたじゃないですか、核アンタラ条約いうと、だからイラクに対して厳しくなかったわけじゃないですか、でそれが民主党のバイデンさんになると、トランプさんの時は厳しくイランにすごく厳しくやってました、でイランとイスラエルはすっげえ敵同士です、で次バイデンさんに戻るとイランに対してまた緩くなる可能性があると、するとですね、ここをその緩くするのはどういう意図かっていうとですね、イスラエルとやり合わせるため、というふうなことも考えれるんですよね、僕はね。トランプさんに一番お金渡して、まさにスポンサーロバート・マーサー、イスラエルめっちゃ大好きっ子ですけど、そうですね、大好きっ子っておっさん、少年みたいになってるけど。そうですね、ロバート・マーサーさんの話もね、せなあかんなとか思ってるんだけど、終わってもうたやん。まあまだ続けばできるかな、いけるというか、あの再生回りそうやったらやりますわ。再生回りそうなとこの名前さえ出したらあかんような気もするけどな。まだ、マークにしとく、マーク。ということで、まあ、こんな風に今回のアゼルバイジャン、アルメニアもそうですけど、わざと飛び地を作って争わせているということですね、尖閣諸島もはっきりとどっちのものかわからないままポツダム宣言とかやって戦わせるわけですね。そうです、ということで、これ全く同じことで、アメリカが二大政党制、共和党と民主党になってるのもそういうことですからね。ここで戦わせておけば、真の支配者に気づかれないから、アメリカ二大政党制だっていうだけで。プロレスをやらしてるんですね。同じく、アゼルバイジャンの例と同じく、上にどっちもスポンサーいてるから、つまり、バイデンさん、トランプさんのこの戦い全部茶番ってことですよ。ね。それはもう、選挙戦中にゴルフ行くわ。それは大別問題だと思うけど。というわけで、今回
ね、はい、なんかこうもやもやする感じで終わらせて出てきます。はい、では今後も神戸 TV は日本のメディアの報道をしながら角度からね、いろんな情報をお伝えしていきたいと思います。また何か緊急なことが起これば、そして冒頭でもお伝えしたように神戸 TV が万が一消えた時の保険の意味を込めて、無駄な方はぜひメンバーの方登録しておいてください。はい、はい、表の情報だけじゃなくてちょっと裏めくったような情報もお伝えします、うん、チャンネル登録もお願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。はい、というわけで今回もですね、視聴者さんがたくさんご感想メールいただいたので紹介させていただきたいと思います、はい、ちょっとねもう本当にたくさんいただきすぎて全部は紹介できないんですけども、うんうんうん、いくつかピックアップ、無作為にピックアップして選ばせていただいております。あ、うん、ありがとうございます、ね、決して大喜利って言葉が入ってるのだけ読んでるわけではございません。また何かやるつもりかペンネーム神尾 TV 大好きさん、46歳女性の方です。ありがとうございます。職業、自分の予防接種をしれっと拒否している看護師さん。おお、なるほど、うん、拒否していきましょう。神尾 TV の皆様、はい、興味深い貴重な内容を見させていただくことが毎日の楽しみとなっております、ね、医療関係者の方に見ていただいているなんて嬉しいですね。はい、うん、先日陰謀論を心の底から話せる友人に早速神尾 TV を勧めてみました、うん、そんな友人はね、幸せやね。するとその友人の方がですね、うん、七節さんが大好きーハートーとラブラブモード全開でした。そんなことは、そんな言い方ではないよ、顔見つき大好き大好きハートー、まあ、ちょっと既婚者なんでね、ちょっとマッチの件があるんで七節さんも神尾さんも中身も外見も超イケメンです。おお、ありがとうございます。決して飽きない味わい深い大人ですおお、1ミリも笑いは入っていませんからと。うーん、超イケメン。いやいやいや、味わい深い大人。いやいや、今これ自体全部ネタではないかな真剣に言ってますからって。おお、すごい、ありがとうございます。ゆうちゃんもゆうちゃんどんどん綺麗で賢い女性になってこられて素敵です。わー、ありがとうございます、ね、現在、ま、お母さんママぐらいのね、うん、あ、そうですね、そうですね、うん、現在毎日毎分毎秒日本世界の動向は激動で目が離せません。この激動の時代を一緒に生きられることは本当に感慨深いです、うん、いつもありがとうございます。これからも応援しておりますということでございます。ありがとうございます。この激動の時代に見ていただいて、うんうん、超イケメンの七節さんということで、七節のヒーコーだー。一言も書いてへんやん。イケメン大喜利、あ、イケメン、イケメン大喜利のコーナー。一言も書いてへんやん。この人は求めてないよ、別に。死ぬか、イカ様やろ文脈から伝わってきますでしょ、このね、口聞いてます。大好きやから、大好きやもんこれ、うん、七節さん大好きって友人の方が言ってくださってるわけですから。そうですか、友人は送ってきてないけど友人は細かいな細かい細かい。トランプさんとバイデンさんの討論会でちょっとほっこりすることを言いました、うん、トランプさんが。それは何、こんなね世の中なんでちょっとほっこりして終わりたいなって、この動画もじゃあ整ったようなのでいきたいと思います。トランプさんとバイデンさんの討論会でトランプさんがちょっとほっこりしたことを言った、それは何。さあおいでどういうこと、え、飛び込んでおいでって。そうハグして終わろう。あー、なるほど、あ、ちょっと似てるやん。似てる似てる。あ、ちょっとね、うんうん、途中で諦めかけたんですけど、うんうん、まあ、まあ雰囲気出てたらいいなちょっと絵の才能あるんじゃない。うまい。そうですか、そして絵を描いたらめっちゃ面白いことが出てくるし、うんうん、あ、そうですか、うん、じゃあ才能あるんじゃない。まや、ありがとうございます。これも LINE スタンプ欲しいです。さあおいで。あ、それ使えそうやね、LINE スタンプ。使える使える。トランプさんのね。うん、お便りくれた方に向けてそれで締めてあげてください。さあおいで。超イケメン。イケメン。普段から言ってるそうです。